画像、井上博士は、日本の政治家。議会は、ジュニー、勲章は、当下大受章。参議院議長、文部大臣、参議院予算委員長、自由民主党参議院議員会長、参議院議員、衆議院議員、千葉県議会議員等を歴任した。千葉県成田市生まれ、旧成成田中学校、旧成東京師会学専門学校卒業。 1963年、千葉県議会議員選挙に出馬し、初当選した。以後、3期連続当選。1972年、第33回衆議院議員総選挙に無所属で、旧千葉2区から出馬したが、時点で落選。1976年の、第34回衆議院議員総選挙に再び、無所属で、旧千葉2区から出馬し、 同区トップの得票数で当選した。この総選挙では、保守刑務所属で、井上、宇野徹の二人が、旧千葉2区から出馬して当選する一方、自民党前職の水野清山村真次郎が、いずれも落選した。当選後、自由民主党に入党。1979年の第35回衆議院議員総選挙では、 前回自民党公認で落選した現職の水野、山村が、いずれも保守系無所属で出馬し、上位で当選。井上同様、当選後に自民党に入党したうのは最下位の4位で当選したが、井上は、うのの得票数を約6000票下回り、5位で落選した。1980年、第12回参議院議員通常選挙に、千葉県地方区から、 自民党公認で出馬し、当選。以後、4期22年にわたり、参議院議員を務める。1983年、第2次、中曽根内閣で、大倉政務次官に就任。1990年、第2次、海部改造内閣で、文部大臣に任命され、初入閣した。1995年、参議院予算委員長に就任。 1998年、小渕恵三総裁の下で自由民主党参議院議員会長に起用された。2000年、5年にわたり参議院議長を務めていた斉藤十郎に代わり参議院議長に就任。同年11月、君一当局日大受賞受賞。2002年4月22日、 井上の公設秘書の鎌ヶ谷汚職事件への関与が発覚し、参議院議長を隕石辞任。5月8日に辞職願いを提出し、参議院議員を辞職する。2008年6月22日、敗戦衣装のため、千葉県市川市内の病院で死去。80歳没。死去に伴い、ジュニーに除され、東海大受賞へ少女。ありがとうございます。